1977年の高白駅と、周囲約500メートル範囲。上が、朱鞠内方面。副本線と、駅横の貨物ホームに引き込み線が見える。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成高白駅は、北海道深川市多戸市町あ佐高白にあった、北海道旅客鉄道新名線の駅である。 遠方略号は玉。新名線の廃線に伴い1995年9月4日に廃駅となった。当駅の所在する地名より。地名は市街の少し下流の対岸にある巨岸に高がよく、止まっていたことからとされるが、国鉄北海道総局発行の駅名の起源は1954年版から、アイヌ語の地下オンラインに由来するという説を掲載しており、不明である。 廃止時点で短式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは線路の西側に存在した。その他本線の名寄方から分岐し、駅舎北側のホーム切りかき部分の旧貨物ホームへの側線を一線有していた。かつては短式ホーム、島式ホーム複合型二面二線を有する。 列車交換可能な交換駅であり、ここを終着とする深川からの区間列車も運転されていた。互いのホームは、駅舎側ホーム中央部分と対向ホーム南側を結んだ構内踏切で連絡した。駅舎側が下りの一番線、対向側が上りの二番線となっていた。また、島式ホームの外側一線が側線として残っていた。この側線からは、 なよろかたに伸びる、行き止まりの短い側線を一線有した。交換節分用廃止後は、線路は側線を含め1993年までには撤去されたが、ホーム前後の線路は分岐器の名残で湾曲していた。無人駅となっていたが、有人駅時代の駅舎が残っていた。駅舎は、校内の西側に位置し、ホーム中央部分に接していた。昔ながらの古びた木造で、 入り口の上には高止まりと記載された大きな駅名板が設置されていた。友人駅時代には待合室に水仙とバラの造花が飾られていた。駅前広場には30メートル、近い大戸土松が数本そびえていた。高博ダムの完成後は水田地帯に位置した。駅跡2000年時点では駅舎、ホーム、別棟のトイレが残存していた。駅舎は 窓や扉の開口部は板で打ち付けられて塞がれていた。また駅前広場にあったオートドマツの木はなくなっていた。2010年時点でも同様で、駅舎は倉庫として再利用されている模様であった。2011年時点でも同様であったが、トイレの劣化は激しく傾いていた。また、当駅と沼牛駅との間にあった峠を抜けるトンネルは、 2000年時点では草木に阻まれ、調査不能状態であったが、2010年時点では、国道275号線の工事が進行中で、立ち入ることができない状態であった。ありがとうございます。